皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。やってきました、福岡に。今日2月19日に福岡に到着、あら鏡が、福岡に到着しまして、これから私が1ヶ月間、まず1ヶ月間暮らすお部屋がですね、ホテルのユニバーサルルームをなんか1ヶ月間使えますよシステムみたいなところで使って泊まっていきます。はい、お部屋がこんな感じでユニバーサルルームになっておりまして、お風呂場がこういう本当にビジネスホテルによくあるユニバーサルルームですね。こんな感じで荷物、これ3つ、とりあえず3つと、あとあさってにキャリーケース、ちっちゃいのが1個届きます。で、ベッドはこんな感じですね。ここは行けません、通れないので、こっから乗り移る感じです。で、電子レンジがあって、ケトルがあって、ドライヤーがあって、テレビがあってみたいな感じ。なんかマンスリー、ホテルマンスリーかでやってるんですけど、注意としてはお掃除が入らないんだって。知らなかった。だから掃除は自分で、ここに掃除機があるから、あ、自分で掃除してください。でも、お風呂掃除とかトイレ掃除とかどうするんだろうってすごく思っております。で、バスタオルとかも今あるやつワンセットで使ってください。で、隣に洗濯コインランドリーがあったけど、ドラム式じゃないので、そこはスタッフさんに多分手伝ってもらいながらやらなきゃいけないのかなって思ってます。で、トイレットペーパーとか、あとティッシュとか、そういうのがなくなったら自分で買ってきてください。自分で補充してください。ゴミも回収しに来ないから、自分でゴミ袋、不燃ゴミに入れたやつをフロントか、なんか扉の前に置いといたら回収してくれるって言ってた。やばいなかなか不安なんだけど、なかなか不安ね、やばい、どうしよう、大丈夫かな、まあ、そんな感じの一日が始まりますが、ちょっとゆっくりしてる暇もなく、明日はもうセレモニーがあったりするので大変。よいしょ、はい、開封の儀です。一番最後にここにハサミが入ってる段ボール。いや、でもあっという間に終わっちゃいそうだな。なんか一番不安なのはね、やっぱ爆発だよね。爆発した時が一番怖いから、常になんかそういうシーツは敷きながら寝ようとは思うけど大変や。よいしょ、はい、開封の儀が終わりました。1個、段ボール1個はね、もう丸々カテーテルであったり、あとニワトリパッドだね、ニワトリパッドが全部入ってて、この箱全部排泄系の用品です。で、もう1個がお洋服ゾーンですね。バスタオル持ってきてよかった。洋服もだから、どれだけ洗濯が定期的にできるのかが分かんなかったから、いっぱい持ってきたのと、まあ、リハビリの服はいいんだけど、撮影する時の服とかあんまりかぶりたくないので、それなりにこの一箱全部持ってきました。で、もう一個こっちが、まあ靴だね、靴とか、あと入らなかった服とか、これは全部薬ですね。薬も2ヶ月分一気に持ってきたり、そんな感じです。はい、
はい、とまあこんな感じで、私がとりあえず1ヶ月間過ごすお部屋をご覧いただきました。なんかもう生活してる様子もねちょっと撮れたらいいなと思いますが、まずは福岡に来たので頑張っていきたいと思います。そのうち2ヶ月で福岡弁が SF 福岡弁が習得されるのでしょうか、お楽しみに、はい、ということで、今日は福岡に来たよ配信でした。はい、この動画がいいなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。